はいどうも、高木です。どうも。てぃみたいなってことだよ。皆さん、ラーメンはお好きでしょうか？ラーメン好きですか？大好きですよ。ね、そこでそんなラーメンで、まあ一番重要なんて、まあ結構麺重要やんか。柔らかすぎたら美味しくないし、みたいなところで。まあその麺の限界みたいなもんで、たき焼き今までその麺の硬さ、一番日本一硬いっていうものをどんどんこう追い求めていってたんですよ。例えば、九州の方だったら生麺があったりとか、最大級の生麺っていうものがあったりとか、栃木の方だったかな。日本一硬いですよって言って揚げてる麺とかもあったり。行ったらまあちょっと上がってる麺やったみたいな、パリパリやったみたいなのもあるんですけども、本日行きたいめちゃくちゃ硬い麺っていうのが、今回がもしかしたら日本一かもしれん、日本一かもしれんっていうのがさ、まあどこまでがその硬いのかっていう部分があるやんか。その高さの定義みたいなものがさ、上げたのはそれは果たしてなんかラーメンの麺なのかみたいなとこもあるやん。確かに調理方法変わっちゃってるから、やっぱ茹でてこそのみたいなのあるやんか。そう、そこでもしかしたらこれ生麺よりも硬いんじゃないかなって、粉落としっていうのがあって、硬め、超硬め、バリカタ、粉落としっていうのがあるんですよ。その粉落としっていうのは、粉が付着してるやんか、最初。茹でる前のな。もうあれを、言うたらラーメン鉢に入れて、あれがなくなったぐらいない。だから粉落としってそういうこと。粉を落としました。ほぼ茹で時間はなしみたいな。もうだから湯につけて粉落としましたよっていう。それがもしかしたら一番硬いかもと、まあ、言われてるので、本日は、もしかしたら日本一硬いかもしれないラーメンを食べに行きたいと思います。というわけで本日はそちらのね、日本一硬い麺が、東京になるということで、早速東京から行ってまいりましょう。デッション。車の中から移動するという。はい、店に着きました。こちらですね、六角堂さんという、まあ、チェーン店ですね。東京の方に、多く出店されてるチェーン店さんで、ここでね、この後しか食べれるということで、早速、いただいていく。いきますか。どれが一番おすすめなんだろうな。定番いっときます。こちらの定番ラーメンの特製の方で、これが当店おすすめナンバーワンだったわけで。ちょっと待って、パスポートってあんねんけど。何これ、手書きでパスポート。これ、すみません、お願いします。お願いします。目の硬さどちらからお願いします。これ粉落としを食べに来たんですよ。そうなんですよ。めちゃくちゃ硬いですよね。あ、そうですね。あ、じゃあこの一番硬い、はい、かしこまりました。お願いします。あったあった。普通やね。あ、こんなに種類あったの。普通、バリカタ、針金、湯気通し。湯気通しでもすごくない？そうねんな。だって湯気通すだけやろ。その上よ、粉落としって。どういう人が食べるかっていうのを書いていってくれてるんよね。まあ、まず極屋はね、まあ、これは作ってませんと。じゃあなんでここに書いてるんだろう。バリカタが結構硬いと。針金かなり硬い。で、湯気通しまでいったらもう通なんや。もうここまでいったら、もう大丈夫かと。かなり、お前硬いぞこれみたいな。この後までいったらもうマニアの状況。ある一定の層に受けてるみたいなもんやからさ。すごい硬いやろな。はい、ありがとうございます。これこの落としってどれぐらい硬いんですか？もうこれを、はい、言ったら目当たりに今回来たんですよ。マニアの領域とかで。あ、そう。もうほとんど湯煎で1秒入れる。1秒、はい、早っ。湯通しの方が直感としては硬く感じる。あ、この落としだとするとめちゃくちゃ逆にちょっと湯通しの方が硬く感じる。へぇ。ちなみにあと、はい、パスポートって何ですか？パスポートって八王子の雑誌があるんですけど、はいはいはい、オンライン出店さん雑誌が売られてるんです。あ、ラーメン雑誌ってこと？ラーメンっていうか全部ですかね、ちょっと。あ、そうなんですか。八王子市。なるほど、ありがとうございます。確かになんか粉落としってさ、硬、うん、いっていう言葉に使わなさそうやね。あ、下ネタやったらさ、夜の方もバリカタなんですかみたいな。夜の方も粉落としなんですかって言ったら意味わからんやん。ちなみにここが一番おすすめの長浜特製ラーメンみたいです。いただきます。すごいよね、もう見た目が。これ動画で伝わるかな。いただきます。どうなの。これ前にも動画でも検証したことあんねんけど、めちゃくちゃ一番柔らかい麺頼んだことあるんだよ。それってすごいね、しょっぱく感じてんっていう理由がさ、柔らかい麺ほど汁を吸うよ。汁がついてくるという。はい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 、はい、でこれ今硬いの食べました。あのね、食べた時の感じね、うん、もう麺
誰にもついてきてない、人望のない部長みたいな誰もついてこない、誰もついてきてないでっていうプラスこれレンゲとかで汁を一緒にこう食べた方が多分美味しいと思う。落ちちゃうからさ、ほらこうやって麺を上に上げた時にすぐにね汁が落ちちゃうんよ下にっていうので、こう一緒にこのレンゲにミニラーメン作っちゃいましょう。うん、え、歯応え的にはどんな感じなの？シャクシャクみたいな。あ、やっぱそうなんや。うん、なんか麺を吸うっていう表現よりかは麺を食べてるって感じ。あ、でもなんか分かるわ言ってた、こうネタってしてる感じが。でも大きいけどね。これもあり。うん、全然あり。ちなみに普段ラーメン食うときは硬さ通りになる。え、でも硬いの好きやからバリ方とかしてる。あ、結構あれやな、バリ方ぐらいまでいってる。硬めやん。うん、それ以上上ってあんまないんよ。この店はバリ方の上に針金湯気通し粉落としあるやん。そう、それがまず針金かな、ないんよね。大阪ある？なんかもらって、ちょっと待って、今9月やんな。9月やね。クリスマスが今年もやってくるんですよね。やってくるから。まあね、まあそれはな、1月の1日から言えることやからな。ほぼ言える。ほぼ言える。この歌かけられへんの、じゃあ6日だけ。そういうこと。26、27、28、29、31だけやどうですか、兄も食べてるけど。いや、このさ、おじいちゃんラッパーみたいな歌だよ。いや、明太子がめちゃくちゃうまい。え、今子供できてんって、すごいな。こっちの話聞いてよ。すごいよ、しりとりってさ、うん、うん、ついたら終わるって思ってたやん。終わりやん。もうそうじゃない、もうそんな時代じゃない今。なんなの、んだほうがおるじゃあもう終わらんやん。じゃあ六角堂って特製豚骨うまみだれらしいよ。醤油ベースに豚のエキスや魚醤、魚の醤油かなど、さまざまな材料を使用した門外不出の特製うまみだれやって。豚骨醤油みたいなもんか。なるほど。あ、替え玉ですか。替え玉頼むんやったら、そうやな、湯気通しの方がでも硬いかもしれないですよね。大将が湯気通しの方が硬いと言うならお願いします。案外もうランク的にはこっちが上やけど湯気通しの方が硬いみたいな。こっちはもう麺の素材すぎるっていうみたいの。逆にちょっとぐらい湯気通したぐらいの方が硬いみたいな。よく分からんけど、おい、この私もお前の時代は終わりや、新生やから、若者の新生そう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 、世代交代ってやつや。じゃあ湯気通した YouTuber で来た。今来てる YouTuber、 うん、久我国家クリス特務機関セルブンだろ。誰誰よ、この、あーって誰やろな、山口親子の仲間たちとか。玉ねぎの気持ち。まあリアルなとこで言うと誰やろな、今来てるエミリンとか。エミリンは湯気通し。湯気通し。じゃあこの年は誰なの、佐々木くん。うん、あかん。あー、めぐみさんとか。おい、この私もお前の時代は終わりや。もうだってもうレジェンドや、もうちょっと譲ってくださいよっていう。そんなちょっと解けました、これが持った時からエグい。それもう今全部取ったんじゃん。掴める、麺全部掴んだよ。麺掴める、これ半端ないな。ちなみにこれ粉落としだけしてるからだいぶスープ薄まってるらしいから、これがねタレらしい。ああ、なるほどね。うん、多少味濃くしてもうさっさとこう一番硬い時に食わない。いただきます。あどうした、取った。こっちの方がすごい、さっき食べた方が本当になんか麺っぽさとかめちゃめちゃってしてる感じが残ってるよ。こっちはそう、どっちかっていうと乾燥してる感じ、かたいガブリチューみたいな。さっきのこれは粉落としは、粉落としはでもなんか弾力はあるみたいな。でもこっちは完全にもうポキンって折れるタイプ。なるほど、何のお菓子、うん、ポッキーとかポリッツとかね。どっちの方がうまいやろうな。どっちもめちゃくちゃ硬いねんけどな。なるほどね、面白いな。さっき食ってた麺のそのめちゃく感がなくなってるからもうスッて麺が入ってくる。逆にちょっと湯気を通ってるからちょっと締まって硬くなってるのかな。あー、そういうのはあるんかもね、うん、確かに。ごさまです。よかった大将、ごちそうさまです。確かに湯気同士の方がちょっと硬く感じました。お口に合いました、もちろん。ちょっと硬すぎたかもそれでも味は美味しかった。皆さんみんなバリ方ぐらい、バリ方ぐらいですか。あ、すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます、ごちそうさまです。うまかったな。美味しかった。硬かったけどうまかった。というわけで本日は、六角堂さんの、一番硬い麺粉落としと、まああと実はこっちの方が硬いんだぞっていう湯気通しを、頼んでみました。というわけで皆さんもね、ぜひまあちょっと興味本位で頼んでみてもいいんじゃないかなっていう。うわ、これ食えへんわとかじゃなくて、あ、結構硬いけどでも美味しいぐらいの感じだったんで、皆さんもぜひ頼んでみてください。それではありがとうございました。次じゃあ翔さん、六角堂来た時に何頼む、うん、バリ方やろ普通にな。もういいわ。落ちた。
滝落とし。